サラダに、そうだね、ちょっと2行ぐらい前、五感はその方が相手にどういう感触で処理をするかといった心的な情報がソフトな面でも保険選択で、これを間違えると意味が曖昧になります。つまり自分が言おうと思った、こう伝えたかったっていう気持ちとは違う、なんていうんだろう、雰囲気とかっていうのを与えてしまう、だからうまく伝わらないことがっていうことがありますよっていうことをしていました。っていうのを言うと、正しい線を1個の判例を絵になります。